敵地区ジムのジムリーダー京都のバトルです。今日は毒ポケモンの使いで毒を食らってしまわないように気をつけたいところ。さあまずは大きなダメージ。さあこちらはおっと特殊能力がダウン。さあ熱戦が続いております。さあこれは急所に当たった。おっとダウンだ。新しいポケモンに入れ替えるのを待ちます。ここでモルフォンの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。さあ今度はおーっとポケモンの選択を誤ったか。さあこの場面でおっと特殊能力がダウン。両者とも大健闘です。戦う構えに入って激しい攻撃、激しく当たった。さあここで急所を捉えた。あっとダウン。さあ次はどのポケモンを使ってくるのか。ここでミュウの登場だ。このポケモンのタイプの違いがバトルにどう影響するか。ここで再起きです。弱点をついた。ここでダウンです。さあ出せるポケモンは一匹しか残っておりません。ここでベトベトンの登場だ。現在のところ残るポケモンは2対1。緊迫した戦闘が続いています。いったー。おっと特殊能力がダウン。ここで回復率をアップです。さあ激しいバトルです。これはどうだ。狙い的中。あーっと力尽きたか。ここでステージクリア。最初の相手で確実に勝利をものにしたいところ。ここで波乗りだ。おっと一発目から猛烈な当たり。あーっと早い、いきなりダウン。初めから大変なバトルになっております。ここでオコリタルの登場だ。さあ互いに全く違ったタイプのポケモンだ。ここで再起きです。おーっとこのポケモンではまずかったか。おーっと
一発の攻撃でダウンだ。残りのポケモンの数に差がついております。ここでプテラの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1、一方的な試合運びとなっています。さあこれは急所にヒット。あー、効果は抜群だ。さあ激しい攻め合いが行われております。おっと、ここは動けません。激しい攻撃、決まった、効果的な当たり、あーっとダウン。ここで試合終了。このジムバトル、2人目の対戦相手はどのような戦略で来るか、頑張って勝利したい。戦う構えに入って、ここでサイコキです。おっと、特殊能力がダウン。さあ対するは、おっと急所攻め。さあ熱戦が続いております。さてここで体力回復だ。さあこれは強烈な一撃、両者とも大健闘です。ここで体力回復だ。さあ今度はいい感じの当たり。さあ激しいバトルです。激しい攻撃、決まった、効果的な当たり、ここでダウンです。さあ今度はどのようなポケモンが登場するか。ここでピクシーの登場だ。さあまるで違ったタイプのポケモン同士の戦い。さあこの場面で急所にヒット。さあここでよしヒット。さあ熱いバトルが展開されております。ここで体力回復だ。さあこれはよし当たった。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。ここで体力回復だ。さあ今度はよし。さあ熱戦が続いております。ここで体力回復だ。さあこの場面まずまずの当たり、白熱したバトルが続いております。さあここでいい当たり、さあこれはいい感じの当たり。さあ激しいバトルです。ここで体力回復だ。
さあ今度はよし両者とも大健闘です。さてここで体力回復だ。さあこの場面よし当たった。さあ熱いバトルが展開されております。これはどうだ。よし軽い一撃で決まった。残りのポケモンの数に差がついております。ここでまたのガスの登場だ。現在のところ残るポケモンは3対1一方的な試合運びとなっています。いったー逆転をついた。さあここでまずまずの当たり。さあ両者とも激しくバトルの火花を散らしております。激しい攻撃狙い的中。あーっとダウン。ここで試合終了。